はい、皆さん、こんにちは。セントラル愛知交響楽団でコントラバスを弾いています、榊原俊信と言います。どうぞお見知りおきください。今回ですね、この録音、パリの交響曲第3番ですが、今年令和2年の最初の定期演奏会で、1月10日、白川ホールで行われた演奏会の中の1曲でございます。パリの交響曲第3番、皆さんご存知ですか？パリだからといってですね、フランスではございません。イギリスの作曲家でございます。失礼しました。今回ですね、セントラル愛知交響楽団でも初めて演奏する作品だったと思います。とても楽しみにしていました。指揮はですね、地元愛知県名古屋出身、常任指揮者の角田光介さんとともにですね、第一同一丸となってこれからもさまざまな作品に取り組んでいくつもりでございます。この録音を聞いてご興味を持たれましたら、ぜひセントラル愛知交響楽団の演奏会に足を運んでいただいて、生で私たちの演奏を聴いていただきたいなと思います。それではですね、パリ交響曲第3番よりをお楽しみください。